今日はの皆様、米国、カナダ、及び欧州連合は、第2回サミットの前夜に、ロシア・アフリカは、モスクワと協力してそれらを配置しようと、大陸の国々を脅迫しています。これは、ロシア外務省の大規模な大使であるオレグ・オゼロフによって言われました。彼によると、アフリカの指導者たちは、文字通り、米国とカナダ、イギリス、ユーロ系連合の両方からほぼ毎日来る代表団によって包囲されています。彼らはロシアとの協力を止めることをほとんど要求していると彼は述べた。外交官はまた、米国財務省の長であるジャネット・イエレンの声明に注意を向け、西側は制限違反に迅速かつ決定的に対応する準備ができており、それを恐喝、完全な支持、そして現代世界では受け入れられない脅威の別の例と呼んでいます。以前、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、アフリカツアーの一環として、今年ブリックスの議長を務めている南アフリカを訪問しました。彼はまた、エスワティニ、アンゴラを訪問しました。同時に、アルジャジーラは、ロシアとアフリカ諸国とのパートナーシップを拡大するプロセスはすでに始まっていると述べた。モスクワはすでにアルジェリア、モロッコ、南アフリカ、及び他の州との強い関係を確立することに成功している、と出版物は指摘した。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。